糸魚川ジオパーク検定初級対応セミナーの山間地のジオサイトについて説明します細村ミュージアムの小川原です糸魚川ユネスコ世界ジオパークのことがわかる本こちらをご覧になりながらお聞きください36ページ石灰岩の地形です糸魚川には石灰岩でできた山が2つあります 黒姫山と山山です。黒姫山の麓にはマイコミダ込平と呼ばれるカルスト地形石灰岩が酸性の水で溶けてできた地形カルスト地形が広がっています糸魚川には竪穴洞窟の深さとして日本で一番深い洞窟白蓮堂から第4位のえ銀峰堂まで1位から4位までの 日本で深い洞窟が存在しています。37ページ、橋立金山では、上杉謙信の頃から採掘が始まったとされており、最盛期には学校や神社もありました。糸井川で初めて伝統が保った場所ともされています。現在でもこの写真にあるように、鉱道の跡、金を掘った跡ですとか、 その精錬をした後、またこういった山金、金もですね発見されています。中部山岳国立公園ですが、コレンゲ山、白馬岳、朝日岳、雪白岳と3000メートル近い山が糸魚川に広がっています。コレンゲ山については2766メートルということで、新潟県で一番高い山。 ということになります津上神道ですが糸井川の親知らずから白馬岳までということで北ウプスが日本海まで続いているその場所に作った道ということになりますこの道を切り開いていったのは糸井川市の小野健さん沢上山岳会の方々がこの津上神道を切り開いていきました 38ページウォルター・ジウルタストンですこの方は「日本アルプス登山と探検」という本を1896年に書きましたイギリスの宣教師で明治から大正の時代に日本アルプスをはじめとする山岳のですね登山に費やしました近代的な登山を、まあ、初めて日本に広めた方というふうに言われていますその方がですね糸魚川の とのごとく矢のごとし親知らずのところを見てそういった言葉をですねこの本の中に残しています。39ページレンゲ周辺の見どころですが古ンゲ山一帯には1902年に山崎さんという東北大学の教授によって日本初の氷河地形が確認された場所になっています。またレンゲ鉱山は 江戸時代から大正時代にあった鉱山で主に鉛や銀を採掘していました前に出てきましたウォルター・ウェストンも1894年に蓮源温泉から鉱山の道を通ってこの場所に立ち寄ってから白間岳に登頂をしています蓮源温泉ですがこのように、まあ、夜天風呂、えっとですね、外にある非常にこう景色のいい露天風呂がですね 有名な場所であります温泉の近くには噴気帯がありまして現在でもこういったですね火山活動を見られる場所になっています40ページ海谷渓谷という場所の大岸壁これをですね千丈畑というふうに言いますこのように見ていただきますと、まあ、非常にですね景色のいい場所で溶岩のですね大岸壁が広がっています こちらにはですさまざまな見どころというものがありますがその中にはゼンマイ地蔵といいまして、まあ、ゼンマイの形をしたですね、お地蔵さんに似た石があるということで、まあ、信仰の対象にもなっています海谷高地ですがこの海谷渓谷を登っていきますと非常にですね、平らな場所が標高の高いところに広がっていますこの場所は、 地滑りで湖が埋め立てられて、平らな地形ができたと考えられています。41ページ、天飾り山です。この山は2015年に誕生した、妙高都学史連山国立公園の中の山として知られています。山頂の部分を拡大しますと、相次方といって猫の耳のように2つの 山の峰峰があることがわかるかと思います。この山を深く愛したのが、深田久也という文筆家になります。有名な著書として、日本百名山があります。この中で、1957年に茂子夫人と天飾山に登頂していますが、まあ、非常に良い,い山であるピラミッドのような形をしていて、まあ、可愛らしいような山であった。 その山に心を惹かれた天飾り山という名前も気に入った。そのように日本百名山に書かれています。天飾り温泉は天飾り山の麓にあります。都忘れの湯という露天風呂がありまして、登山をして帰ってきた方のま疲れを癒す。そういった温泉としてあります。 42ページ新潟焼山は標高2 4 0 0ルの活火山となっています気象庁が設定している常時観測火山の一つであり現在でも噴煙が上がっている火山となります2015年からこの山に登山する場合は登山届が義務化となりました焼山自体は3,000年前に誕生した 非常に新しい火山となります。42ページ焼山が噴火した際は火砕流が流れ下りました。この写真は雲仙普賢岳の火砕流の写真となります。過去100年から400年間隔で、焼山は大噴火を起こしています。その際に、火砕流は日本海まで流れたという証拠があります。 1974年に焼山は水蒸気の噴火を起こしました。この写真のように割れ目から噴煙が上がっているのがわかるかと思います。この時は止まり屋付近で3名の方が亡くなるという事故がありました。下の写真は川が泥流で埋め尽くされている様子です。 このような大変な被害が1974年にありました。この写真は炭化木というものになります。周囲は焼け山から焼山が噴火した際に降り積もった火山灰となります。火山灰の中に木が埋もれて火山灰が温かいので暑いのでこのように焼けてしまい、炭化木となったものが地層の中から出てくるわけです。 上空から見ますと火砕流の大地が見えるかと思いますこのような形で前川と早川に挟まれた部分この部分が火砕流の大地として盛り上がっていますこのような部分に旧上早川小学校そういった学校があったわけですこちらはブラの立ち木になります3000年前にこの場所で 噴火がありました。噴火の際にブラの林が広がっていたところに火砕流が堆積してブラが枯れてしまったわけです。その際の立ち木がまだ残っています。これを見ると3000年前の噴火の痕跡を見ることができるわけです。43ページ明星山には高さ450メートルの大岩壁があります。 この岩壁は石灰岩という3億年前のサンゴ礁にいた生き物が死んで化石となり石となったものでできています。この崖はロッククライミングの聖地として知られています。写真を見ますと人が2人ぶら下がっていますが、このようにこの450メートルの岩壁をロッククライミングで登っていくわけです。 44ページ高波の池は非常に風光明媚な場所として知られています地滑りでできた池であり、えー、右下の写真にあるように4メートルの巨大魚波太郎の伝説が残る池としても知られていますこの場所には小滝丸ごとミュージアムという博物館が2017年にできました 高波の池のロッジにオープンして、小滝周辺の見どころについて解説しています。小滝炭鉱は、高波の池のふもとにありました。明治時代から1951年まで採掘をしており、高波の池の近くの赤羽山の麓にあり、今でも高口跡を見ることができます。この写真は、え創業当時の 写真となりますレンゲ周辺の見どころとして白池と呼ばれる池がありますこの池は地滑りによってできた湖となりますレンゲの周辺にあるということで紅葉の季節などは大変きれいな湖となります45ページは権限だけです この山は人々の信仰の対象となっており、写真の中央の山となります。見ていただきますと、山頂付近は急峻ですが、山麓は砂や泥の地層のため、なだらかになっていることがわかるかと思います。この山には万年雪があります。この写真の下側に残っている雪が万年雪です。 その上に見えている岩肌を拡大しますと、このようになっています。この矢印の部分、少し U 字型にえぐられていますが、ここは、なだれが何回も通ることによって、U 字型に削られた、なだれ溝と呼ばれる地形となります。マセグ温泉は、ゴン岳のふもとにある温泉です。 非常にいい温泉がこちらにありますこの辺りは温泉だけではなく天然ガスが出ることでも知られていますこのようにこの場所の天然ガスは家ですとか旅館そういったところの二滝そういったものに現在でも利用されています増口では大きな地滑りが1947年にありました こういった災害を防ぐための取り組みも現在行われています。また、こちら、マセグチでは雪崩が起きたこともありました。1986年には13人が亡くなる大きな雪崩ができ、ま、起きまして、雪崩の防護策ですとか、雪崩を誘導するための園庭、そういったものが作られています。 46ページ、神道山です「神が通る山」というふうに書きますが大国主の御事が沼川姫に会いに行くために通った山と言われていることから「神道山」と呼ばれています。1088段の階段で登り山頂には鐘がありますが春にはカタクリが咲く非常に綺麗な場所となっています。続きまして、 目の前の石ころもジオパークという話に移ります。48ページです。糸魚川は日本一の石ころタウンを自称しています。糸魚川の海岸や川に行きますと、さまざまな石を観察して、そしてこういった写真にあるような教育に生かすことができるわけです。 日本一の石ころタウンということで、シティプロモーションも石の町糸井川、あなただけの石を探しに、こういった活動も現在行っています。48ページ、翡翠はどんな石なのでしょうか。翡翠は白っぽくて重たい、そして表面が滑らか、角どばっている、キラキラと輝く、こういった写真にあるような石が翡翠の特徴となります。 例えば緑色である透明であるこれは翡を探すときはあまりいい見方ではありません石のことでわからなければホサマガラミュージアムの石の鑑定を利用することができますお休みはありますが無料で1人5個まで鑑定をしていますコロナの関係でお休みとなっている場合もありますのでホームページか電話で確認をしてから 来ていただければと思います東と西の石の違いフォッサマグナの岩石と日本列島の土台を作る岩石は違うものとなっていますこちらの図をご覧ください中央の黄色い線が糸井川静岡構造線となりますこの図の左側はフォッサマグナの 新しい時代の岩石ということで、例えば海に溜まった砂や泥、海底火山、そういったホッサマグナの溝、海の中で溜まった岩石が出てきています。右側を見ていただきますと、マントルの石ですとか、陸上火山、深海底ということで、日本列島の土台を作る古い時代の岩石があることがわかります。このように、 糸井川では糸井川静岡構造線を境にして東側と西側で出てくる石が違うということがわかります53ページ石はどこでできるのでしょうかこちらの図をご覧ください石は様々な場所でできますが図の左側を見てい,ていただきますと火山があります例えば地中深くで溶岩が 冷えて固まりマグマが冷えて固まりますと花崗岩戦力岩繁栄岩こういった石ができますしそのマグマが地上に出て溶岩として流れてきますと流紋岩安山岩玄武岩こういった石ができるわけです石は海や湖の中でもできます例えば海で砂や泥が溜まっていきますと砂岩や泥岩そういった石ができますし珊瑚礁にいた生き物が 死んで石となると石灰岩となります。また、海の中に住んでいるチャートえー、ホウ中と呼ばれる非常にですね。小さい微生物が死んでたまりますとチャートという石になります。また、こちら矢印でプレートがどんどん沈み込んでいますが、沈み込んだ先には邪門岩です。とか翡翠、えー、結晶変岩こういった深い場所の石もあるわけです。 糸井川は、こういった様々な場所でできた石が見ることができますので、新しい場所、古い、浅い、深い、いろいろな場所でできた石をすべて観察することができます。こちらは、火成岩、堆積岩、変成岩の石の写真となります。火成岩というものは、マグナや火山灰が冷えて固まった石のことを言います。 堆積岩は砂や泥などが海底でたまり固まった石のことを言います。変成岩という石は、今までお話をした火成岩や堆積岩が熱や圧力を受けて、地下の深いところで別な石に変わる、こういったものを変成岩と言います。石には様々な種類がありますが、大きく分けてこの3つ、火成岩、堆積岩、平成岩という分類に、 分けることができます続いて、糸魚川城オパークの海の生き物、山の生き物、植物のお話をします56ケージ、糸魚川周辺の山糸魚川は親知らずは標高0メートルコレンゲ山は新潟県最高峰の山標高2766メートルということで 水深は1000メートルの深さから標高3000メートルまで高低差4000メートルの大地にさまざまな動植物が住んでいる大変貴重な場所となっています糸井川の篠花はこの写真にある笹よりと呼ばれる寄りになります葉っぱを見ていただくと笹のような形をした葉っぱ であるということからササイルという名前がつきましたこの花がシの花ということになっていますシの木は何でしょうかシの木はブナとなりますこの写真の左側を見ていただきますとこの木がブナとなりますよく見ると爪痕のようなものがありますがこれは熊が登り降りをした跡となります このブナで少し面白いものは大所のあがり子と呼ばれるものになります。右側の写真を見ていただきますと木の形が少しおかしいことに気づきます。これは雪の中でブナの木を切ります。そうしますとその切った場所からブナの木が新しい芽が出てたくさんこうブナが生えてきますのでこのような面白い形のブナができるということになります。 これを上がりコというふうに呼んでいます。この場所はツアーとしても活用されています。57ページ糸井川の海の幸糸井川では水深0メートルから水深1000メートル近くまでさまざまな海の幸を楽しむことができます。深い場所ではベニズワイガニですとか、アンコウ、ゲンギョ、 そういっ糸魚川の海がなぜここまで深いかと言いますとそれはフォッサマグナ大きな溝であるそのフォッサマグナの海が海側ではまだその溝が続いており糸魚川の海岸から海に出るとすぐに深い海が広がっていることによります。59ページ 島見外見にはたくさんのトンボが住んでいます。46種類のトンボと71種類の野鳥の宝庫として知られています。こちらは外来種ブラックバス島がいるということでその駆釧路上泊活動で実施しています。こちらはおこじょの写真となります。おこじょは氷河期の生き残りということで。 天然記念物に指定されています。60ページ。こちらのカモシカは特別天然記念物に指定されており、糸井賀の山々にも生息しています。雷鳥は冬でも高い山で暮らす、そういった鳥となります。焼山という場所には雷鳥がいますが、 全部で20話程度というふうに呼ばれており、絶滅が心配されています。これでこの動画の説明は以上となります。